今回ご紹介するのは、ファッションデザイナーとしてもご活躍されている、女優でモデルの入江美紀さんです。ご活躍されていた1960年代には、ハーフモデルはとても珍しく、美しさとともに入江さんの来歴も注目されました。それでは、早速ご紹介していきましょう。入江美紀さんは、1944年8月13日のお生まれで、神奈川県横浜市のご出身です。入江さんの本名は、イリン・ヴェラさん。旧姓を、元木・ヴェラ・イリーンとおっしゃいます。お父様がロシアの出身で、ヴェラという名前は、お父様のお母さん、つまり、おばあ様から受け継いだそうです。お父様は、大連生まれのロシア貴族の末裔で、不動産業を営み、お母様は、結婚後、料理研究家として活躍されていました。お父様は、日本で学業を学んでいた際に、お母様の家族を通じてお知り合いになったのだとか。恵まれた環境の中で育った入江さん。家庭の中では、お父様が中心となっていたため、ロシア語で会話する機会が多く、日本に住んでいながらも、日本語は片言でしか話せなかったそうです。イリン家には将来は渡米する計画があり、そのことから入江さんはサンモール修道院に入ります。こちらの修道院はインターナショナルスクールとして、幼稚園から高校までの教育の場として設立された学校です。同校での会話は英語に限定されていたため、生きている英語の習得にはもってこいの場だったと言えるでしょう。入江さんはこの学校でフランス語も習得しました。しかし、ロシア語、英語、フランス語の会話もできたのに、唯一日本語だけは20歳になる頃まで苦手だったそうです。会話はできても読み書きが難しかったとか。しかし、苦手ではあるものの、日本にいながら4カ国語を操る少女。当時としてはとても珍しかったのではないでしょうか。そんな日本語もままならない入江さんが芸能界に入ったきっかけとは何だったのでしょう。とても気になりますね。きっかけはサンモール修道院在学中の1958年。入江さんが14歳の頃でした。入江さん宅でお仕事をするメイドさんが、双縁というファッション雑誌に掲載されているモデル募集を見つけ、メイドさんと入江さんの二人でお化粧をした写真をお母様に内緒で送ったそうです。モデルの募集には2000人以上の応募が集まり、倍率は200倍以上。厳しい選考の中、入江さんはなんと1位を獲得したのでした。その後、モデルとしてデビュー。そして、現在の芸名となる入江美紀は、A 六助さんが名付けてくださったそうです。デビューとともに、あっという間に人気に火がついた入江さん。雑誌モデルとしてだけではなく、テレビ番組への出演もするようになりました。そこまで人気になると、学校からは芸能活動について、何度も注意を受けてしまいます。日本の高校に転校することも考えたそうですが、ここでは語学が壁になり断念。日本語は話せても漢字に弱かったり、逆に英語が流暢すぎて敬遠されることもあったそうです。仕方なく高校2年生で退学という道を選択し、芸能界の道へと突き進むこととなりました。ここから世界へ飛び立つ入江さんの活躍が始まったのでした。入江さんが世界でも評価された一つの賞があります。1964年にアメリカのラスベガスで開催された第1回インターナショナルファッションフェスティバルでは、世界各国から厳選されたモデルの中から1位となり、世界で一番美しいモデルとの称号を得たのでした。
国内外で活躍される入江さん。プライベートの方はどうだったのでしょう。入江さんは1968年にご結婚されています。お相手はなんと、あの世界の小沢征爾さん。小沢さんと出会ったのは、とあるパーティーだったそうです。9歳年上の小沢さんと恋に落ちた入江さん。日本のオードリー・ヘプバーンとも称されていた入江さんと、世界中から評価を得ていた小沢さんの結婚式の仲人は、これもまた世界に名を轟かせる森英恵夫妻でした。これだけ注目を浴びているお二人が選んだのは、今で言う地味婚。親族だけの小さな式を挙げたのでした。このささやかな式と、小沢さんが入江さんと結婚する2年前に離婚していたという事実が、世間に2人は不倫だったのではという噂を広めました。真偽のほどは定かではありませんが、お二人は今でもお幸せに暮らしていらっしゃいます。お二人の間には2人のお子さんがいらっしゃいます。お二人ともご両親の才能を受け継ぎ活躍されています。お一人目は長女の小沢聖羅さん。エッセイストとしてご活躍されています。代表作は終わらない夏。夏という季節の陰と陽の部分について表現されている素晴らしい作品だそうです。そしてお二人目は現在日本でも俳優やモデルをされている男優さんです。ファンの方もいらっしゃるのではないでしょうか。その方の名前は小沢幸義さん。入江さんのお子さんはお二人とも征爾さんの征の字を名前に使っているのですね。幸義さんは俳優やモデルだけでなく、コメンテーターとしてもテレビに出演されており、俳優の方には珍しく、歯に衣着せぬ物言いで、ズバッとコメントすることが評価されています。入江さんの若かりし頃の面影のある、彫りの深いお顔の幸義さんは、渋い演技で同業者のモデルさんや女優さんからもかなりモテていたようです。スクープされた女性は数多く、有名なところでは滝川クリステルさんやアンさんがいらっしゃいます。浮き名を流す幸義さんは47歳まで独身を貫きますが、ついに年貢を納める時が来ました。2019年より3年間交際していた桑子真帆アナウンサーとご結婚されたのでした。お二人が出会ったのは、吉木里沙さんと和田正人さんとの結婚式だったそうです。幸義さんが桑子さんに一目惚れしてしまい、度重なるアプローチに桑子さんが根負けし、お付き合いが開始したとか。女性としては女冥利に尽きるというか、とても羨ましいお話ですね。プロポーズは桑子さんのおばあ様の誕生会の席で、ご両親の前で結婚してくださいと伝えたそうで、皆さんは驚きながらも喜びの瞬間に立ち会えたことに幸せを感じたことでしょう。俳優さんともなると一世一代の場面にもプロデュース力が発揮されるものなのでしょうか。すべてがキラキラと見えてしまいますね。お子さんが幸せをつかみ、入江さんはほっとしているかもしれません。現在の入江さんの活躍に目を移してみましょう。現在は女優業などの表舞台からは引退し、ファッションデザイナーやエッセイストとしてご活躍されています。今までは着飾り、見せる側として表現されていましたが、今は裏方で形にするまでの工程を楽しまれているというところでしょうか。今、入江さんの家族となる小沢一家は、親類にも芸術家として活動されている方が多数いらっしゃいます。入江さんを取り巻く環境を含めて、
今後の活躍にも期待して注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。